一番初めの西岡先生の方からご了解をいただきまして、まだ経済産業省の政府参考人が到着しておりませんが、会議を始めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。西岡先生ありがとうございます。国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため本日政府参考人として国土交通省大臣官房野村正文君、大臣官房公共交通物流政策審議官河原林康人君、大臣官房危機管理運輸安全政策審議官山上則義君、大臣官房技術審議官戸川直政君、総合政策局長蒲生敦美君、国土政策局長坂根典弘君、土地建設産業局長青木義之君、都市局長北村智久君、水管理国土保全局長後藤仁美君、道路局長池田豊人君、鉄道局長水島悟君、自動車局長一見勝之君、海事局長大坪慎一郎君、港湾局長高田正幸君、航空局長和田光一君、観光庁長官田畑博君、内閣府地方創生推進室次長長谷川則夫君、金融庁総合政策局参事官斉藤薫君、総務省自治行政局公務員部長大村慎一君、経済産業省大臣官房審議官島田寛介君、および経済産業政策局地域経済政策産業政策統括調整官兼中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官木村聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し入れがありますので、順次これを許します。西岡